山本修五郎サブのかけ屋を持った性質の脅しと栄治の巧みな言葉の脅しとで割れがちの騒ぎは静まり病人女たちに続いて三層の天馬線に避難者が乗り移り どうやらことなく大川へこぎ出してゆきあとに74人の人足が残った風はさらに強くなったようだし水かさも増すばかりで中庭の広場に波頭の白く砕けるのが見えた清七はあるだけの浅縄とむしろや荒縄を持ち出させ大工や左官たちを呼び集めて油部屋へ行っ 油絞りの小屋は頑丈だと。胸まである水を分けて行きながら静室は言った。あれは風では倒れねえ。だが、絞った油の壺が流される。栄治は役所の建物に取り付いた。そこでは同心や下役人たちが総がかりで雨戸に酸を打ち付けたり、廊下柱を綱で止めたり、杉丸太でつっかえ棒をしたり、 また一方では、建物の周りに水を逃がすための溝を掘ったりしていた。英二は溝掘りに加わり、一人の持っていた桑を、変わろうと言って受け取った。よう<ー>、とその男は、桑を渡していった。よー、武州じゃねえか、やれやがったな。それは赤鬼の松田ゴンであった。 しまぬけはろうとは、うまいこと言いやがった。と、松田は言った。後部の野郎とおめえのおかげだ。さもなきゃ、人死にが出たところだろう。ご褒美ものだぞ。おいらのは脅しじゃあねえ。くわを使いながら英イが言い返した。本当にそう思ったから言ったまでだ。本当にそう思ったって この大嵐で向こう菓の人間も気が立ってる。そこへいきなり水玉模様の色瀬が船から続々上がったらどうなる。表向きには何の知らせもねえんだぜ。と、英イは言った。向こうがしの人間になって考えてみな。松田さんならどう思う松田はちょっと黙っていたが、どこかへ行ってクワを持って戻り、 英治と並んで溝掘りにかかった。おめえはよっぽど、と松田が言った。ひでえ目にあったことがあるんだな。俺だけじゃねえさ。この寄せ場にいる者はみんな、それぞれ世間からひでえ目に会わされてるぜ。口の減らねえ野郎だ。松田は手を止めて、英治ジを睨みつけた。 いつでも人をへこましあがる。そんなに俺が綺麗なのか。英二は驚いて松田を見た。俺が松田さんをへこましたって冗談じゃねえ。ほらはじめからおめえさんが好きなんだぜ。ふん。松田は力いっぱいくわを振り下ろした。小てとともれえかごにゃあ乗らねえぞ。押し寄せてくる水は 波を打って掘り上げた溝を越しては役所の前庭を洗い役所の建物は不気味にきしんだ屋根瓦が音を立てて吹き飛ばされ軒や日差しで風が吠え続けた空は真っ暗だが烈風のため雲が異常な速さで北へ北へと走りその雲の切れ目に時たま星のきらめくのが認められた もう掘るのはよせ。という、岡安騎兵の声が聞こえた。それはもう役に立たない。みんな、上がれ。水もこれ以上は来ねえ。と、松田が英二に言った。満潮はもう過ぎた。上がろうぜ。おら、コブの様子を見てくる。コブがどうした油の壺を流されねえようにって。 油部屋の方へ行った。よせ、あっちはまともに波をかぶってる。おめえが行ったってどうなるもんか。野郎は大丈夫だ。念のためだ。と英治は叫んだ。ちょっと行ってみてくる。よせ、武州と松田がわめいた。英治は桑をついて地面を探りながら水の中を歩き出した。水というより、 荒波と言った方がいい。少し行くと胸まである水が絶えず波だってぶっつかるし、その波の砕けるしぶきは砂でも叩きつけるようにバシバシと顔を打った。その上に水は休みなく寄せたり引いたりするからうっかりすると足を取られそうになる。英治は桑を杖のように使って水の力と戦いながら懸命に進んだ。 油部屋の建物は役所から二十軒足らずのところにあったが、そこへたどり着くまでに半時もかかったかと思われた。行ってみると、その建物は水の中にがっしりと立っていて、中で大勢の歌を歌う声が風の音を通して聞こえてきた。戸口は閉めてあるし、小屋全体が縄や綱で巻いてあった。おい、大丈夫か エイジは引き戸を力いっぱい叩きながらわめいた。みんな、無事か中の歌声が止まり、エイジの頭上から呼びかけるものがあった。振りあおぐと、そこに小窓があり、誰かが首を出していた。もっこ部屋の武州だと、エイジが仰向いて怒鳴った。せいさんは、大丈夫か 小窓の首が消え、代わりに聖七が首を出した。もちろん顔は見えないが、声で聖七だということが分かった。ほら、大丈夫だ。聖七が言った。おめえはまたなんだってこんな時計へ来た。様子を見にだ。聞こえねえ。聖七が言った。今、綱を下ろすから。 それれ。につかまってくれ投げられた綱は風に吹き払われるので栄治がそれをつかむまでに3度もやり直さなければならなかった何人かが力を合わせて引き上げ栄治が小窓から入るとそこは棚のようになった中2階で闇の中から「わっ」という歓声が上がった「頭に気をつけてくれ」と静七が言った。 ここは菜種袋を積んでおくところで、幅は9尺しきゃあねえし、頭の上はすぐに天井だ。まあ、ここへ座ってくれ。よく来たな、武ュとか、外の様子はどうだとか、誰ともわからない声が左右から聞こえた。みんなウキウキと弾んだ調子であった。油の壺はどうだと聞くと、みんな砂でくくり合わせたし、 この小屋は大丈夫だと静七が答えた。この中に木戸屋の者はいるかこっちにいるぜ、兄。と、英二の問いかけに答える金太の声が聞こえた。旧七子頭と、余兵さんも一緒だ。もう、人粘りだ。と、英二が怒鳴った。みんな、踏ん張ろうぜ。わっ またたがが上がった突風が襲いかかって小屋全体が震え柱や梁がきしんだすると誰かが歌を歌い出しその歌を知っている者が45人一緒に声高く合わせて歌った。栄治には何の歌かわからなかったし文句もよく聞き取れなかったがおかしなことに目の裏が熱くなり涙があふれ出てきた。 お前見たさに、と、その歌の文句が途切れて聞こえた。まぐさかるても、おまやきもせず、影ばかり。英二はそっと目を拭いた。突風がまた小屋を揺り立て、どこかで板でも裂けるような激しい物音がした。